無罪が確定した人たちのこう情報を、うんまあ、警察が抹消するかしないかっていう、うん、そんな判断もありましたよね。ありました。これも簡単に説明しますと、あの名古屋高裁の判断なんですけれども、でマンションの建設っていうものが、まあ、周囲の環境とかっていうとか景観なんかを壊すってことで、それの反対運動をした男性がいたんですね、はい、その反対運動の中でその現場の工事のなんか責任者かなんかを突き飛ばしたっていうことで、うん、現行反対をされたんです。ところが裁判やってみたら、そっち その刑事裁判の方は突き飛ばしたなんてことはなくて、うん、ってことで無罪になってるんですね、はい、ところがその捜査の過程の中でその、まあ、指紋とかも取られた上に、その口の中の粘膜を取られて、まあ、いわゆる DNA 型を取られたんですね、はい、でその DNA 型をその無罪になったのに保管してるのはおかしいから消してくれっていう裁判やったんですね、うんはい、でこれも当然ながら消せっていう判断が名古屋高裁で出てるんですね、はい、でこれ一見ちょっと違うような事件なんですけれども、まずその公安警察の話で言うとね、その公安警察っていうのが先ほど申し上げたように、その背後に政治的なこう背景、動機があるような犯罪とかテロっていうものをの捜査、あるいはオウム真理教なんかも当初は実は公安警察は実はやってなかったんですけれども、ところがまあ実際に起きてから、地下鉄サリン事件なんかが起きてからは公安警察もその捜査の一員として加わって、かなり情報収集したりとか捜査もしたんですけれども、そういう捜査をするのが公安警察なんだけれども、こういう例えば、ね、一般の市民運動なんていうものをこうやって情報収集し始めたら、うん、どう考えても市民運動を萎縮させる効果が大きいでしょ。例えば誰でも経験あると思うんですけれども、例えば岩瀬さんが、まあ、岩瀬さんちょっとこういうメディアの仕事してるからちょっと特殊な立場ですけれども、でも、まあ、岩瀬さんのような普通に暮らしている人がマンションの前に例えばいきなりね、こう高いビルが建つんだっていう、そんなの嫌よ、そう当然嫌でしょ、でマンションの皆さんと集まって、でこれはね、皆さんで声を上げて反対の署名やりましょうとか反対運動しましょうとか、ああいうようなことをしたら警察に調べられますよ。公安警察が来て、これ岩瀬って何者なんだ、どこの大学出て、親とは親は誰でね、どういう思想の持ち主だったか、そういうことですよね。もともとなんかしたらね、ラジオでなんか自民党が腐ってるとか生で言ってるとか言ってたから、ちょっと過激なんじゃないの、なんていうことでプライバシー調べられて、でそれが記録として残っていて、で場合によってはその情報がそのこう反対運動の対象である例えばマンションの建築のね業者なんかに流されるとかってなったら、たまったもんじゃないじゃないですか。だからそういうその活動に対して、これ違法ですよっていう歯止めがかかったっていう意味で言うと画期的なんですけれども、一歩踏み込んで言ったらね、僕は実は公安警察の取材っていうのはもう本当にこの記者人生のかなりの部分してきたので、公安警察っていうのはそういうことを日常的にしてるんですよ。つまり大体調べられてるかどうかって分かんないじゃないですか。分からないですよ、分からないです。だけど例えば、まあ、僕なんか当然調べられてると思いますし、それから一般的に例えば市民運動やってる人とか、はい、まあ、例えば共産党とかね、はいはい、なんかの人はもう徹底的に調べられてるし、あるいは僕のようなことを、例えばジャーナリズムだったりとかの仕事してる人だったりとか、反政府的な人だとかっていうのは日常的に監視してるんですよ。でそういう活動をずっと繰り広げてきた。でそれを例えばね、そうだな、何を例に出したらいいかな、前川喜平さんって文部科学事務次官だった、はいはい、この前川喜平さんっていう人は賭け問題の時に突然こう、ね、某新聞に新宿の出会い系バーに行ってましたっていう情報が出たじゃないですか。 あ、はい、あんな情報間違いなく公安警察の情報なんですよ。なぜかって言えば、これは公安警察の理屈なんだけれども、あの人は別に左翼だとか、まあ、今の活動はかなり、ね、リベラルな活動されてますけど、そういう理由もあるだろうけれども、むしろその中央省庁の官僚で事務次官になるような人っていうのはの中に、例えば中国のシンパだとか北朝鮮のスパイだとかみたいな人がいたら困るっていうような公安警察の発想があって、でだからこう中央省庁の幹部官僚なんていう人たちは公安警察が調べてるわけですよ。変なやつがいたら困るんだっていうようなことで、でそういう、 こう情報収集活動が果たして適正か適正じゃないのかっていう議論、だからさっき の岐阜のケースと似てるんですけれども、適正か適正じゃないかっていう議論もあり得るべきだし、でも実際やってるんです。でやっていて、その過程の中で、おそらくその前川さんが、まあ、結果的に前川さん別に回収してたわけでも、なんかハネチなことしてたわけでもなかったんですけれども、だから問題なかったんですけれども、ところがその情報収集過程の中で、前川さんが新宿の出会い系バーに出入りしてたっていうこと
ことを掴んで、で、それを掴んだことを、例えば文部科学事務次官として適正か適正じゃないかみたいなことに使ってるんだったらともかく、加計学園のことを実名で告発したしようと瞬間に、ああいうふうにメディアに出るってことになると、告発者潰しに使われてるわけですよ。そうですね。つまり公安警察ってそういう情報活動をあちこちでしてるわけですね。で、今回のケースで言うと、その情報収集活動そのものも、これは違法ですっていうふうに断じたっていうことになってくると、公安警察の立場からすると、俺たちの活動を相当制限されちゃうんじゃないのっていう意味で言うと、この名古屋高裁の判決っていうのは非常にその今回注目すべき判決だし、それからまあ今後ね、警察がどういうふうにこれに反応していくのかっていうあたりも非常に興味深いので、ちょっとこれはもう一つ上まで行く可能性もあるんですか？もう一つ上で、あ、これだからどうするんでしょうかね。上告断念するのかどうなのか、だから警察、ごめんなさい、ちょっとそれを僕今日用意してないんですけれども、県側がどういうこう最高裁まで判断を求めていくのか、地裁の判決も不服として高裁まで行ったわけですね。そうですそうです。なのでもっと不服かもしれないですもんね。最高裁に上げるかどうかっていうのも問題になってくるでしょう。それから先ほどちょっと時間許す限りもう一個のこの DNA 型のやつもそうなんです。これも要するに警察は170万人分くらい今 DNA 型を持ってるんです。で、これは例えば先ほど言ったその逮捕されたけど無罪だった人も含めて、あるいはその起訴されなかった人とか、まあ起訴された人も持ってるんですけれど、この判決もこれ名古屋高裁の判決なんですけど、非常に重要なのはその僕もそう思ってるんですけど、 DNA 型って捜査には有効なんです。で、変なね、自白無理に取り調べて自白させられるような捜査するよりは科学的な DNA 型鑑定した方がいいんです。ところが現状の問題点っていうのは、究極の個人情報である DNA 型を警察が収集して、警察の事実上の内規で管理したりとか、その捨てたりとかしてるわけですね。で、それはまずいでしょと。これ、究極の個人情報であれば、どういう時にこう、その採取をして、どう保管して、どう不正利用させないか、不正利用した場合の罰則はどうするかとか、場合によっては、このプライバシーどうやって守るのかっていうことを、きちんと国会で議論して、法律で作ってくださいと。例えば、ドイツとかね、韓国なんかはもう法律できてるんですよ。で、これは今、勝手に警察がやってる状況なので、名古屋高裁の判決の画期的なのは、その DNA 型集めるのは、あるいは DNA 型を捜査に使うっていうのは有用でしょうと。それは確かにその通りでしょう。僕もそう思いますよね。で、そうでしょうと。ただし、それをするんだったら、こう指紋とか以上の究極の個人情報、まあこれ遺伝子情報ですからね。で、ある以上、警察がの内規じゃなくて、きちんと国会で議論をして、法律を作って、その個人情報を警察が勝手に集めたりとか、あるいはその変なことに使ったりとか、そういうようなことをしないような歯止めも含めた国会での議論が求められるっていうことを今回名古屋高裁が言っていて、これは非常にその意味のある判決ですよね。田村智子さん。日本共産党の田村智子です。5月6日に行われた参考人質疑でも、監視社会とならないための監視ができるかどうかが非常に重要だということが参考人の方々からも述べられていたわけです。それで具体に今日は警察行政についてお聞きします。刑事手続きやそれ以外の警察行政によって警察は膨大な個人情報を収集しています。本法案によって警察を含む行政機関の個人情報の取り扱いは個人情報保護委員会の監督対象となるわけです。まず確認します。被疑者の要配慮個人情報である DNA 指紋、そして外見から個人を容易に識別しうる顔写真、このデータベースに登録されている件数がそれぞれ何件か。警察庁長官官房審議官井ノ原誠二君。令和2年末現在、被疑者写真の件数は約1170万件、被疑者の指紋の件数は約1135万件、被疑者の DNA 型の件数は約141万件であります。今答弁していただいた数字というのは個人が特定されている件数なんですね。つまり顔写真で言えば1170万人分、指紋は1135万人分、どちらも全人口の約1割に及ぶということになります。逮捕されたとき顔写真や指紋を取られる、 DNA は原則として任意提出ですけれども、令状で強制的に採取される場合もあります。朝日新聞の報道を見てみますと、 DNA の登録というのは年間約15万件増加していると報じられていまして、年間検挙件数は逮捕と任意の取り調べの合計が25万件弱ですから、その多くで DNA 採取も行われているということ
ということになると思うんですね。これらの個人情報は死亡した場合や99歳になった場合には削除されるということなんですけれども、それ以外は削除はされないんでしょうか。不起訴となった場合、無罪判決が出された場合どうなりますか。警察庁が保有しております被疑者写真、指紋、DNA 型の抹消につきましては、被疑者写真規則、死傷の取扱規則、DNA 型記録取扱規則において、それぞれ当該被疑者が死亡したとき、または保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されております。保管する必要がなくなったときに該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。なお、警察が保有する被疑者写真、指紋、DNA 型の中には無罪判決が確定した方や不起訴処分となった方のものも含まれるところ、誤認逮捕といった場合にはその方の被疑者写真、指紋、DNA 型を抹消することとしております。無罪が確定しても不起訴であっても削除されないんですよ。今あの答弁で誤認逮捕の場合は削除ということなんですけれども、じゃあそのことを示す方針文書などはあるんでしょうか。確実に削除がされるという保証、これはどこにありますか。被疑者写真等につきましては各規則においてこれを保管する必要がなくなったときには抹消しなければならないと定められているところであります。保管する必要がなくなったときに該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して判断する必要があるため通達等で一概に定められていないところでありますが、同規則に基づく適正な運用がなされているものと承知しております。お尋ねの誤認逮捕につきましては、保管する必要がなくなったときに該当するものとしてこれまでも様々な機会において指導してきたところであり、そのように運用がなされているものと承知しております。これ文書上ないんですよ。規則に定めないんですよ。明文化されたものが誤認逮捕っていうのはそもそも逮捕や被疑者として扱われることがあってはならないんですね。あってはならないんですよ。削除されるべきでしょう。ところが削除を指示する文書もない。で、個別の判断というふうになればね、これ問題削除しなければならないんじゃないですかというふうにこう求めるときの根拠となるものがないってことにもなりかねないんですね。で、現行法の適正運用という観点から、まず総務省にお聞きしたいんですけれども、現行法の51条に基づいても、これ、意見を述べるべき事案ではないかというふうに思いますが、いかがでしょう。総務省官房政策立案総括審議官、坂本克彦君。誤認逮捕の場合は、そのものの DNA などの情報は削除されるものと聞いておるところでございます。そういったことであれば、その削除の指示にかかる文書がないことをもって、直ちに行政機関、個人情報保護法の目的を逸脱し、同法51条による意見陳述を行うこととはならないものと考えています。じゃあ、個人情報保護委員会にお聞きします。法改正後には、警察庁に対する監督も行うことになりますけれども、これ私ね、きちんと対応すべき事案だと思います。いかがでしょうか。福浦事務局長。現行の行政機関個人情報保護法におきましては、個人情報を保有するにあたりまして、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない旨の規定がございます。この規定と同様の規定が改正後の個人情報保護法にも置かれているところでございまして、警察においては誤認逮捕等があった場合には被疑者から取得した DNA 等を削除することとしているとのことでございますが、個人情報保護委員会においてもこうした改正後の個人情報保護法の規定にのっとって、行政機関等において適切に個人情報の取り扱いが確保されるように取り組んでまいりたいと考えてございます。文書上規則として示されているのは個別の判断しかないんですよ。これね、ちゃんと指導できるか監督できるかだと思うんですね。警察庁にもう一点お聞きします。不起訴無罪となった場合でもなぜデータベースから削除されないんですか。警察が保有する被疑者写真、指紋、DNA 型の中には無罪判決が確定した方や不起訴処分となった方のものも含まれるところでございます。この点、無罪判決が確定したこと等をもって直ちに検挙時の撮影や採取自体が違法になるものではなく、そうした被疑者写真、指紋、DNA 型を引き続き保管することについて法的な問題はないものと認識をしております。取得時に適法であったとしても保有し続けることが
適当であるかどうかっていうのは違うと思いますよ。で、検察官が処罰を求めなかった、犯罪の証明ができなかった、無罪となった、こういう個人についてデータベースから削除されず、いわば修正容疑者扱いするということになりますよね。警察の DNA データベースについて朝日新聞のデジタル版に短期連載があったんです。こういうケースが載ってます。警察署に向かうと犬を探すためのチラシを電柱に9枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指差し確認の写真を撮られた。1ヶ月後再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると写真撮影され指紋を撮られた。次は DNA を取りますと言われ綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数ヶ月後女性は不起訴処分となった。これ電柱に迷子の犬を探すためのチラシを貼っただけで DNA 採取なんですよ。愛知県内の30代男性が立ち入り禁止の場所で釣りをしていたとして軽犯罪法違反の容疑で県警から事情聴取を受け DNA などを採取された。その後不起訴処分となった男性はデータの抹消を求めて国や県を相手取り訴訟を起こしていると。両県ともデータベースの削除を求めて訴訟が提起されているということなんです。迷い犬のチラシを貼った、立ち入り禁止の場所で釣りをした、そもそもこれらが DNA の採取が必要な事件なんでしょうか。その事件の捜査では必要性がないのに余罪があるかもしれない、将来の犯罪調査のためだとして DNA 型の採取を行ってデータベース化しているということなんじゃないですか。警察では犯罪捜査に資することを目的として DNA 型を作成し管理し及び運用しているところであります。なおこの目的につきましては DNA 型記録取扱規則においても定められているところであります。警察の方針というのはどんどんエスカレートしてきたと思うんですよ。これ従前は強姦や強制わいせつなどの性犯罪あるいは強盗や窃盗などで被疑者を逮捕した場合であっても同種の犯罪について余罪を具体的に把握していなければ DNA 採取や DNA 型データベースとの照合というのは実施していなかった。しかし2010年4月1日からは余罪を具体的に把握していない場合でも余罪が疑われれば積極的に DNA の任意提出を求めデータベースと照合するという方針になった。さらに2012年9月10日被疑者資料、これ DNA のことです、被疑者資料の積極的な採取と DNA 型鑑定の実施をするよう通達が出されています。性犯罪以外の罪種についても余罪を犯している恐れを限定的に解釈することなく DNA 型鑑定によって余罪の有無等を確認する必要性がある被疑者については身柄拘束の有無にかかわらず積極的に被疑者から採取し鑑定を実施するよという指示なんですね。さらに2016年12月1日の通達、 DNA 型鑑定資料の採取等における留意事項についてでは、被疑者資料これ DNA ですね、採取時の留意事項として本件や余罪捜査のために必要な場合には積極的に被疑者から鑑定資料を採取して鑑定を実施するというふうにされているんです。余罪を犯している恐れを限定的に解釈することなく積極的に採取を行う、保管する、この方針の下で究極の個人情報である DNA 採取が大多数で検挙者に対して行われていることになると思うんですね。行政機関個人情報保護法は行政機関が取得し保有する個人情報は利用目的に照らして必要最小限の範囲内で行わなければならないというふうに規制していますけれども、警察庁に行政においてはいわば有名無実化しているというふうにこう私言わざるを得ないと思うんです。これは警察の中に規則があるからそれでいいんだということでは終わらすことのできない問題だというふうに指摘をしなければなりません。事実ですね、弁護士会の人権救済勧告が出されていたり、法律の規制もなくこうしたね膨大な採取が修正保存されるという状況は非常に問題だということを指摘せざるを得ません。次にですね、顔認証についてもお聞きをします。昨年3月から全国の警察で過去に逮捕した容疑者の顔写真データベースと犯行現場などの防犯カメラ、事件関係者の SNS などの顔画像を AI によって照合する
顔認証システムの運用が始まっています。 AI を使ったプロファイリングですね。で、顔認証を治安維持に広く活用している中国だけでなく、米国、英国などでもすでに広く犯罪捜査や防犯に顔認証は活用されています。昨年1月、米国ミシガン州 でデトロイトの警察が、顔認証によって黒人男性ロバート・ウィリアムさんを誤認逮捕したことが大きな問題となりました。これ顔認証による誤認逮捕の初の事件だというふうに報道されたんです。逮捕の理由は窃盗事件現場の防犯カメラ映像とロバートさんの運転免許の顔写真が顔認証ソフトの判定で一致したということだけだった。聞き取り捜査も顔認証ソフトの結果を裏付けるために行われた。で、自宅で子供の目の前で手錠をかけられて連行され、30時間の拘束の上、アリバイが確認されて釈放となった。で、ロバートさんは昨年6月、米国自由人権協会ミシガン支部とともにデトロイト市警察に対して捜査における顔認証ソフトの利用停止を求めたと報じられています。警察庁はこの顔認証ソフトによる捜査の問題点をどのように認識されていますか？我が国の警察ではあくまで個別の事件において防犯カメラ等に映っている被疑者の顔画像を管理者等の協力を得るなどして提供を受けた場合に必要に応じ警察が保有する被疑者の写真と照合し他の捜査結果も踏まえて犯人を特定するなどの捜査に活用しているところであります。防犯カメラからは被疑者の顔のデータでしょう。だけどそれを警察が持っている膨大な顔写真データ、先ほど言ったように、無罪の人も起訴されなかった人も全部持ってるわけですから、それに機械的にですね AI にかけてるっていう捜査ですよね。容疑者としての何らかの証拠があった上で特定の人物と特定の人物について防犯カメラの画像と一致するのかどうかを確認してるわけではないんですよ。いわば顔写真のデータベースは全員容疑者の可能性ありというふうにして顔認証ソフトで計測をさせているわけです。一致率によって容疑者とされればすぐに逮捕ということが行われなかったとしてもですね、通信傍受とか周辺の聞き込みとか尾行とか犯人扱いとも言えるような捜査の対象となりうるわけですよ。これが捜査手法の当たり前になってしまっていいのかというふうに私は思います。で、アメリカでは先ほどもありました IBM、Amazon、Microsoftなど多くの企業により顔認証のための AI システムが開発され、警察、警備会社、小売業などでも活用されていますけれども、マサチューセッツ工科大学などの調査によって顔認証の認識率には性別、年齢、人種で大きな差があるということが指摘をされています。男性に比べると女性の一致率が低い、白人に比べて黒人の一致率が低い。 IBM の AI では白人男性と黒人女性とで一致率には 34.4% もの開きがあったという調査結果なんです。誤認される確率が黒人および女性で高いということが示されて、これはマイノリティへの差別にもつながるということで問題になった、まあ、先ほど矢田議員の質問の中で IBM がこの顔認証を一旦停止しているっていうのもこうしたことの批判があってのことだと思うんですね。こうした調査や研究も受けて先に紹介した事件だけでなく公民権運動団体、人権擁護団体、プライバシー問題の研究グループなどがアメリカの各地で警察捜査での顔認証ソフトの使用停止というのを求めているわけです。顔認証そのものに技術的な欠陥がある。これロンドンでもですね、ものすごい防犯カメラ設置してやってるんですけど、これ実際に顔認証ソフトでね犯人とされた人の確率が極めて低いっていうことがやはりロンドンでも大学の研究で明らかにされてるんですね。そうするとこの顔認証そのものに先進的に行っている国であっても問題起きてる。そうすると技術的な欠陥が現状ではあるというふうに指摘せざるを得ないと思うんですけれども、繰り返しになりまして、恐縮でございますが、だから似ていれば容疑者扱いとなってさっき言ったみたいに通信傍受とか尾行とかそういう対象になり得るってことじゃないですか。でね、警察に登録された顔写真は生きている限りですよ、生きている限り削除されないんですよ。そうするとね、年取ってもその若い時の写真そのまま残ってたら誤認される確率だって私高くなると思いますよね。では個人情報保護委員会にお聞きしたいんですけれども、個人情報の利活用による人権侵害等を防ぐ目的で開示、訂正、利用停止、削除の権利、これ個人情報保護法で認められています。警察の保有する顔写真、 DNA、 指紋のデータベースについて
こういった権限を行使するということはできるんでしょうか。お尋ねのような開示請求等の手続きは基本的に行政機関個人情報保護法で定めておりますところ、警察が保有しております被疑者写真、指紋、DNA 型につきましては行政機関個人情報保護法第45条第1項の規定に基づき開示請求、利用停止請求等をすることのできる対象から除外されているものと承知しております。今の個人情報保護法では救済の術がないってことですね。欧州人権裁判所が昨年2月英国に対し2008年飲酒運転で逮捕起訴された男性の顔写真 DNA 指紋などを無期限で持ち続けていたことについて罪の軽重を考慮せずに永久に保持し続け、実質的に見直しの機会も与えないのは私生活を尊重する権利侵害を構成し違法であるとの判決を出しています。その理由の中では民主主義社会では許容できないという言及もあるわけです。で、平井大臣にもお聞きしたいんです。警察が犯罪の軽重などを全く考慮せずに無罪となってもひとたび被疑者となれば顔写真や指紋 DNA を無期限に保有する、犯人の生体情報と照合し続ける、実態としては容疑者として取り扱い続ける、こんなことが民主主義社会で許されるのかっていうことなんですよ。こういう個人情報のことについてお聞きするとすぐ個人情報保護委員会に聞いてくれって言うんですけど、立法的提案は個人情報保護委員会できるわけじゃないですからね。それは個人情報保護法を所管する大臣にお答えいただかなきゃいけないんですよ。やっぱり法制化によって警察による個人情報の乱用を防ぐ厳格な仕組み、これ私検討されるべきだと思います。いかがでしょうか。平井国務大臣。はい、今先生がご指摘されたいろいろな件に関してこれも個人情報保護委員会が適切に判断をしていくものと考えております。じゃあ個人情報保護委員会にお聞きしますけど、今ね警察庁から適用除外だから、ね、無罪になった方が私のものを、私のデータはもう削除してくれっていうに求めることできないっていう答弁だったでしょ。どうやったらこれ権利の救済できるんですか。現行法では難しいんじゃないですか。これもう個人情報保護委員会お答えいただきたいんですけど、どうですか。坂本統括総括審議官。現行法の、ことについて、お答えいたします。まさにその、先生ご指摘の、行政機関個人情報保護法45条1項の規定でございますが、これは、この刑事事件にかかる司法、警察職員が行う処分等にかかる保有個人情報につきましては、開示請求に始まります一連の規定を、適用除外としております。これはこれらの保有個人情報は個人の前科、逮捕歴、拘留歴などを、示す情報を含んでおりまして、開示請求などの対象としますと、悪用されて前科などが明らかになる危険性があると、そういったことから、逮捕留置者、被疑者などの社会復帰、あるいは公正保護上の問題を考えまして、そのものの不利益にならないようにしておるものでございます。田村智子さん。だって結果として刑事処分を受けなかった人のデータまでずっと持ち続けられてるってことなんですよ。だから大臣に聞いてるんですよ。個人情報保護委員会は現行法の下で監督するしかないんですよ。で、現行法でそれ救済の手段がないんですもの。だから何らかの警察に対する個人情報の乱用、不起訴となった、刑事処分を受けていない、無罪となった、こういう人に対して救済するような法の仕組みが新たに必要なんじゃないですかというふうに大臣にお聞きしてるんですよ。平井国務大臣。現行はさっき総務省がお答えしたというか、現行法は所管しているのは総務省ということだと思います。で、改正個人情報保護法の下においては個人情報保護委員会ということでございますが、委員がいろいろご指摘されておりますが、そういうことを乱用されたケースというものが私自身は思い当たることがございません。ですので、そのあたりのことも含めてご指摘いただければありがたいと考えております。顔認証による捜査っていうのはだって始まったばっかりですもの。で、 DNA の採取なんて迷子の犬のチラシ貼っただけで DNA 採取なんですよ。私はこれを乱用と言わずして何と言うんだろうかというふうに思うんですけどね。それでやはりねアメリカ見てみますとね、ブラックライブズマター運動による警察による人種差別や暴力の是正を求める世論に押される形で IBM、Amazon、Microsoft は警察への顔認証 AI システムの販売の一時停止、中止などに今
踏み出さざるを得なくなってるんです。これが今国際的な動向なんです。でマイクロソフト社は開発が初期段階にある現状を考えれば顔認証テクノロジーの特定の利用法が法に違反するような差別を含む意思決定をもたらすリスク、これがあると、また人々のプライバシーを侵害する可能性もある、政府による大規模監視が民主主義の自由を損なう可能性がある、こういう問題を指摘して法整備を政府に求め、健全な市場の発展のために法による企業への監視が必要だという見解を2018年に公にしているんですよ。サンフランシスコ市では2019年5月顔認証システムを使った警察や市当局による監視を禁止する条例が作られています。一方日本では何の規制もされないままに顔認証が数年間で急速に普及しています。マイナンバーカードの顔写真もデータとして登録されて、今後ですね顔認証による本人確認のやっぱ基盤となっていくわけですよね。こうやって顔認証の普及にいわば政府が旗を振っているんですよ。今デジタル社会が監視社会にならないというのならば、私は顔認証システムの規制、その利用を監視する仕組み、特にこれ一番使われるのは私は警察行政だと思いますから、それをね監視する、行政の側を監視する仕組み、これ不可欠だと思います。それが個人情報保護法の中で今穴にもなっている、この検討をですねやはりやるべきだということを強く申し上げて質問を終わります。